今年も確定申告のシーズンがやってきましたが、皆さん申告の準備はお済みですか？私が今お邪魔している阿蘇税務署には、確定申告期間中相談会場が設けられています。ここでは税務署職員の方が確定申告に関する相談に乗ってくださったり、また自宅から簡単に申告ができる e-tax のコーナーもあります。そこで今回はここ阿蘇税務署の相談会場で、私は国税花子として確定申告をしてみようと思います。こちらの玄関で待ち合わせをしているんですが、いました。こんにちは。e-tax のキャラクターのイータくんです。イータくん、相談会場はどこですか？こっちですね。じゃあ行ってきます。こんにちは。今日は確定申告をしに来ました、はい、国税花子と言います。よろしくお願いします。担当の川北と申します。まず何からしたらいいんですか？はい、そしたらじゃあこちらの方にどうぞ。はい、今日は申告内容はどういった申告になりますか？はい、私はサラリーマンなんですが、はい、医療費がかかって、はい、その還付が受けられると聞いたので、はい、それをしに来ました。はい、わかりました。そしたら国税花子さんは、はい、お給料が1箇所ということで、うん、医療費の控除を受けられに来たということで、はい、はい、よろしいですかね。はい、はい、そしたらまずはじめにこちらの準備コーナーで必要な書類を整理します。今回必要な書類は源泉徴収票と医療費の領収書です。それではあの準備の方はこれで終わりますので、はい、はい、そしたらあの申告書の今度作成の方に、はい、今の方にご案内します。はい、次はこのパソコン、ね、はい、そうですね、こちらのですね国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー、はい、こちらからですね申告書をパソコンで作成していくんですけれども、はい、こちらの確定申告書等作成コーナーは、非常に便利でして、うん、あの自動計算もあのしてくれますので、間違いも少なくて非常に、はい、あの使い勝手がいいと、あの、うん、コーナーになりますので、はい、こちらからですね申告書を作っていきたいと思います。はい、それではこちらの申告書等の作成開始をクリックしてください。はい、国税さんは、e-tax はこれまでにされたことはありますでしょうか？初めてなんです。初めてですね。はい、わかりました。そしたらこちらの e-tax 画面をクリックしてください。はい、まずですね、一番最初に e-tax を始められる方は、うん、こちらの利用者識別番号というですね個人個人に与えられる番号があるんですけれども、はい、こちらが必要になってきますので、これの利用者識別番号の取得からまず行います。ですので、はい、利用者識別番号を取得していないからですね入ってください。はい、初めて e-tax を利用する場合は生年月日などの必要項目を入力し、利用者識別番号を取得します。でこちらの利用者識別番号はですね、これからもずっと使える番号になりますので、はい、必ずあの忘れないようにですね。はい、でこちらをですね、印刷をかけていただいて、はい、あ、もうここで印刷できるんですね。はい、はい、あ、こちらですね。はい、はい、これで、e-tax の利用ができるようになりました。こちらの画面がですね、あの申告書の種類を選ぶところになりますね。うん、平成26年度の所得税および復興特別所得税の確定申告ですね。はい、で今回、国税さんは、収入が給与1箇所のみ、うん、で年かつ年長、年末調整も終わられているということで、はい、医療費控除に来られたということですね。はい、ですので一番左側のこちらの申告書作成から入ってください。はい、で今回 e-tax により税務署に提出するですね。で先ほど利用者識別番号取得された時に、はい、あの情報もですね入力されてますので、うん、このまま入力終了ですね。はい、そしてこちらがですね給与所得の入力画面になります。はい、はい、源泉徴収票ですね、はい、お持ちですね。これですね。はい、はい、こちらをですねそのまま入力していただくような形になります。源泉徴収票をもとに支払い金額や所得控除の額の合計額、支払い者などを入力していきます。はい、ありがとうございます。はい、でこちらの入力終了ですね。はい、これで、所得の金額が今計算できました。はい、この後に、先ほど合計額出していただいている医療費控除を入力していきます。はい、こちらをクリックしてください。で今回はですね医療費の合計も、はい、出していただいているの でここにですね支払った医療費の合計額入力お願いします。はい、保険金などで補填される金額はありませんので、はい、ゼロですね。で入力終了です。は
はい、それでは以上ですね、収入金額と、はい、あと今医療費の控除の金額が入りましたので、うん、一番下にですね還付される金額っていうのが出てます。これでも入力が終了になります。あ、もう還付される金額なので、はい、そうですね、はい、今日この場でわかるんですね。わかります。はい、ああそうなんですね、はい、最後に還付金が振り込まれる口座番号を入力して申告書を送信プリントアウトします。こちらがですねご本人様のお控えになります。わかりました、はい、それと、はい、税務署に出していただく書類として、うん、源泉徴収票と医療費控除の明細書ですね、はい、こちらを一緒に出していただきますので、はいはい、お預かりします、はい、であちらのですね提出箱に投函していただくということで、はい、これで申告が終了になります。はい、もうこれで終わりなんですか。はい、終わりです。意外と簡単に。そうですね、皆さん、はい、簡単にしていただきますね。はい、ちなみに、はい、どれぐらいで戻ってくるのか、はい、あ、そうですね、この還付金額に関しては今回e-tax での申告ですので、うん、だいたい3週間ほどでですね還付になります。うん、e-tax でですね申告していただいた方が非常にスピーディーに還付ができますので、はい、ぜひ来年も申告されるときは e-tax でお願いしたいと思います。そうですね、はい、今回は初めてだったので、はい、いろいろ教えていただきましたが、はい、こんなに簡単だったら、はい、来年からは自宅で。そうですね、そうですね、ご自宅、ね、はい、ご自宅からでしたら、はい、電子証明書とかですね、はい、ちょっと IC カードリーダーライターなど必要な設備もあるんですけれども、うん、ご自宅からです、ご自宅でそういった設備を揃えていただくとですね、はい、もう税務署に来ていただく必要もありませんので、うん、非常に便利だと思います。はい、ただしご自宅で確定申告書作成コーナーをご利用いただき印刷して郵送で提出される場合は利用者識別番号 IC カードリーダーライターは必要ありません。続いて住民税所得税などの申告について受付を行っている阿蘇市税務課の藤井課長にお話を伺いました。いろんな農業収入とか事業所得とか、太陽光とかいろんな部分のですね収入が、あります市民の皆さんにですね、その年の、収入の部分を、まあ、申告してもらうという、申告になりますのでぜひ、おいでいただきたいと思います。まあ、会社にお勤めの場合ですと、まあ、源泉徴収が出ますので、まあ、その他、2つ以上ですね、いろんなパートとか、そういう副収入が得られる方につきましては確定申告が必要になります。でその分について、まあ、阿蘇市の方で3会場でですね、申告会場を設けておりますので、まあ、お気軽にですね相談とともに、まあ、申告していただくといいかなというふうに思っております。24年に災害もありましたので、まあ、災害の部分の、まあ、申告もありますし、はい、それから医療費控除等のですね、はい、まあ、領収書とですね取っていただいて、まあ、そういう控除する部分がありますので、まあ職員が会場に待機しておりますので、まあ、ご相談方々ですね、申告に見られるといいかなと思います。春になりますとですね、はい、保育園とか学校の入学、うん、入園そういう部分のですね、はい、申請にですね、所得証明というのが必ず必要になってきますので、そういう場合、自分のそういう所得証明がですね出ないというそういう場合になりますので、ぜひですね自分の、26年分のですね、収入を明らかにして、まあ、申告をですね、していただきたいと思っています。飯田君、川北さん、はい、確定申告の締め切り間近になると混雑があるとお知らせ端末でもね、はい、放送されてますけれども、はい、大体どれくらい混雑するんですか。一番の繁忙期でしたら、はい、1日に100人以上の来所者の方が見込まれます。はい、ですので待ち時間が1時間2時間ほど、ま、混雑しますので、はい、できるだけですね早めの、相談申告に来ていただければと思います。はい、はい、申告の期間詳しく教えていただけますか。はいはい、まず電子申告の受付時間なんですけれども、うん、はい、確定申告期間中の電子申告の受付は3月16日月曜日まではメンテナンス時間を除き24時間受付を行ってます。そうなんですね。はい、ただしですね、3月16日の月曜日を過ぎますと、はい、月曜日から金曜日の8時半から24時までとなってしまいますので、うん、ご注意いただきたいと思います。はい、それとですね、
阿蘇税務署での受付時間なんですけれども、はい、税務署の確定申告相談会場はですね、うん、午前9時から午後4時までの受付となっております、うん、また申告期限はですね、平成26年分の所得税贈与税の申告と納税が3月16日の月曜日まで、うん、それと個人事業者の消費税及び地方消費税の申告と納税が3月31日火曜日までとなっておりますので、くれぐれも期限を過ぎることのないようにご注意ください、はい、それとですね、振り替え納税をご利用の方は、はい、振り替え日が所得税が4月20日の月曜日、うん、はい、消費税が4月23日木曜日となっておりますのでご注意ください、はいはい、実際今日 e-tax を体験してみて本当に簡単にできましたので、はい、迷われている方はですね、ぜひこちらの阿蘇税務署に一度足をお運びいただきたいと思います、はい、今日は e-tax、そして川北さん、どうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。さよなら。国税庁ホームページでは様々な申告手続きなどを動画で分かりやすく紹介してありますので、ぜひご覧ください。また阿蘇市の申告会場と日程につきましては、広報阿蘇2月号または阿蘇市ホームページでご確認ください。